フィリーズレビューは日本中央競馬会が阪神競馬場で出向する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は放治杯フィリーズレビューと表記される。スポーツ放治は放治新聞社が発行するスポーツ紙、同社より寄贈賞の提供を受けている。聖賞は放治新聞社賞。三着までの馬に大花賞の優先出走権が付与される。 トライアル競争。1967年に創設された4歳品馬による重症競争、阪神4歳品馬特別が本競争の前身競争名は1983年に放置配4歳品馬特別と解消された後、2001年より現名称となった。試行距離は1975年から1978年、及び 中京競馬場で行われた1991年と1994年に芝1200メートルで行われたのを除き、芝1400メートルでの試行が定着している。地方競馬所属馬は1995年から、外国産馬は2004年からそれぞれ出走可能になり、2010年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。 以下の内容は、2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳品馬負担重量、バレエ大賀賞のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、大賀賞の出走候補馬及び JRA の2歳、GI 競争優勝馬に優先出走が認められ、JRA で行われる芝野3歳重賞、競争優勝馬にも、出走資格が与えられる。 2021年の1着賞金は5200万円で、以下2着2100万円、3着1300万円、4着780万円、5着520万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第8回まで阪神4歳品馬特別。 第9回から第16回は、放置配半身4歳品馬特別。第17回から第34回は、放置配4歳品馬特別。各回競争結果の出展。ありがとうございます。